クーニンが久しぶりにスタメン復帰。この日クーニンズにある事件が起きました。ダブルヘッダー第1試合目、ランナーと交錯したクーニンズセカンドの小野寺、衝突の衝撃で足を痛めました。後日この怪我は回復しましたが、この日は痛みが引かずに出れませんでした。無念の途中交代。そして迎えたダブルヘッダー2試合目、この日は家庭の関係で1試合目で帰るメンバーが多かった。育児のため1試合目に活躍したタカなど主力メンバーの何名かが2試合目を待たずして帰りました。その結果メンバー不足でクーニンが出ることに。クーニンは今年9月、練習試合でディレードスチールをした際に硬い地面に足を取られて左膝を強打、左の膝蓋靭帯と副座神経を痛めました。後日詳しく MRI 検査をしたところ、なんと全治4ヶ月、未だに感覚が鈍く屈伸すると膝が突っ張ります。患部の腫れもなかなか引かず、このようにキャッチャー姿勢することができず左膝を立てないとしゃがめない。そんな中人数不足のため試合に出ることとなりました。痛み自体はかなり回復しており、直線的な動きなどはかなり力を出せるようになっております。ただ急な切り返しや曲げ姿勢、そういったものにはまだ不安があり、一番怖いのはスライディング、まだできません。雨で少しぬかるんだグラウンド、また怪我するところでした。危なかった。さあそして試合が始まりました。この日は GBN 公式戦、東京ライオットさんとの対決です。長崎さんが初安打を記録した試合でもございます。今日はその試合をクーニン中心にお伝えいたします。まずは初回、先発ピッチャー中洲、左中間にいい当たり打たれる。この日のセンターはクーニン、走ってからのブレーキがおぼつきません。そして2回途中からは右サイドハンドのズッキーにピッチャーが変わります。そのズッキー、フォアボールでランナーを許し、ピッチャーゴロ、ランナーが2塁に進塁しました。得点圏のピンチを背負ったズッキー、一呼吸入れるため屈伸します。このズッキーが何気なくやった動き、クーニンはできません。ここまで深くしゃがめず、しゃがもうとすると膝が突っ張ります。編集しててこの動きめちゃくちゃ羨ましかったです。そしてランナー二塁のこのピンチ、クーニンがやらかします。ランナーを背負っても強気の投球のズッキー、インコースを攻めていきます。キャッチャーは緑川、その緑川まっすぐ要求しました。外に構える緑川、打ちました。センターに飛んだ。センターへのライナー気味のこの打球、クーニン後ろに反らしました。痛恨のタイムリーエラー、ワンヒットワンエラーで先制点を許します。このプレー解説させてください。センターに飛んできたこのライナー性の打球、軌道的には神宮でスライディングキャッチした打球に近かったです。この時のライナー気味の打球、思い切って前に詰め、最後は横滑りしながら取りました。クーニン自身、こちらの打球は滑りながら取るのが得意なのですが、しかし今回はこの打球に対し前に行こうとしましたがスライディングできない、恐怖心から後ろに下がりワンバンで取る道を選びます。消極的守備をした結果、打球も若干イレギュラーして手を伸ばしても取れず、ピッチャーズッキーごめんなさい。久しぶりに出た試合でエラーしたクーニン、メンタルボロボロです。しかしながら一度エラーした身、今度来たら膝が壊れても中途半端なプレーだけはしない、そう開き直っておりましたが、そこにやってきました。センター前、バックホームするクーニン、全力を出し切りました。エラーしたことでややバーサーカーモードに入っておりました。膝の痛みを忘れてアドレナリン全開、
ゴロに対して猛チャージからの、とにかく最速で投げようと一生懸命投げました。ランナーは三塁でストップ。そしてその後ズッキー後続を抑えます。ファーストフライでチェンジ。そしてその裏、監督のミスで負けたらシャレにならないということで味方が大爆発してくれました。まずは緑川、ライトに同点のソロホームラン。そしてその後は打線がつながります。イカイダの特大ツーベースヒットなど打線がつながり逆転。そして迎えた長崎さん、長崎さんも初球打ち、これがセンター前タイムリーヒットとなる。この回3点目、3対1とします。これが長崎さんの軟式初ヒットでございました。なおもワンアウト2、3塁のチャンスでクーニンに回ってきました。三塁ランナーは足の速い前澤くん、とにかく転がして最悪1点を、そんな風に思っておりました。変化球打ちました。前澤くん突っ込む、内野切り返せず、前澤くん帰ってきて4点目。そしてクーニンもセーフ。ワンアウトランナー1、3塁、バッターは若林。この場面で初球エンドランを仕掛けます。エンドランのサインを出すクーニン。長崎さんは念のためサードコーチャー小野寺にサインの確認、口頭で確認する長崎さん。そしてサインのかかった1球、若林転がしました。エンドラン成功、ナイスバッティング若林と、この間にクーニン挟まれております。最後はタッチアウト。この試合2つ目のやらかしを行いました。スライディングできるの忘れてた。なんで3つまで行ったんですか。僕は一択転がしたのに。オーケー、若もナイスバッティング。実はこの場面、一塁ランナーのクーリン、この若林の打球を見て、このタイミングなら自分の足なら三塁を狙える、久しぶりの実戦、野球がしたくてうずうずしていたクーリン、三塁狙おうとしますが二塁蹴った瞬間ぐらいに思いました、そういやスライディングできねえわ。逆の足でスライディングすることもよぎりましたが、やったことないことをしてまた怪我してもしょうがないと思い、急ブレーキをかけタッチアウト。アウトになるにしてもちゃんとチャレンジして失敗したいところでしたが、結果的に暴走気味になってしまいました。そして逆転してもらったズッキー、ランナーを出しながらも0点に抑えていきます。ここもセンター前ヒット、センターゴロをさばくクーニン。こちらの打球普通にさばいたように思っていたのですが、映像を見るとちょっと左足を気にしてますね。無意識にかばっているのかもしれません。そしてその後はズッキーが念頭を見せます。追加点を与えません。そして追加点が欲しいクーニンズ、ツーアウトランナー一塁でクーニンに回ってきました。復帰後初安打が欲しいところ。東京ライオットさん、ピッチャーは変わっております。一塁ランナー前澤くん走りましたが、クーニン積極的に振っていきました。スイングすること自体膝は痛くないです。インパクトよりも打った後に走り出す時が少し違和感があります。さあそして2球目、前澤くんの盗塁を警戒するバッテリー。3球目、前澤くん走りました。盗塁成功で2アウト2塁、追い込まれましたクーニン。最後は外のまっすぐ、ピッチャーファールフライでアウト。この日はヒットならず。そして試合は最後ズッキーが三振で締めてゲームセット。緊急事態でクーニンが出場した試合でした。中途半端なプレーとなってしまうため、今後もできるだけ治療に専念したいと思います。本当にここ1ヶ月ぐらい全く良くなった気がしませんが、早く完治してもらいたいところです。
応援コメントよろしくお願いします。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。